け、真実に迫る姿勢が欠如していたと指摘しています。さて、この NHK の BS1 スペシャル、河瀬直美が見つめた東京五輪について、内部調査報告書が出されまして、はい、ウェブ上で、誰でも見ることができるようになっています。そもそもこれどういったような報道内容が問題があるというふうに指摘されたのかというと、はい、この放送内容の中では、オリンピック関連の、周辺の中とか、オリンピック関係の、様々なプロセスとか、そうしたものにこうカメラを向けていく、河瀬直美氏の取材過程など、今度は NHK追っていくっていう、そうしたの構造になっていたんですけれども、その中である映像というのがあるんですね。字幕が入った映像です。それどういったものなのかというと、一人の男性のインタビューのカットの際に、五輪反対デモに参加しているという男性、実はお金をもらって動員されていると打ち明けたという、そういった字幕が入るんです。で、その男性のインタビューのカットがその後入りまして、デモは全部上の人がやるから、変えたやつを言った後に言うだけ、デモがいつあるとかはどういった感じで、知らせが来るんですかと聞いたら、それは予定表もらってるから、それを見ていくだけ、というふうに返ってくるんですね。っていうシーンがあったんですね。そういったシーンがあるんです。で、また、別のシーンではですね、これ、制作側の、発言として、はい、プロの反対側もいてるし、ほんまに困って反対派もいてはるし、一概に反対派っていう、一括りもなかなかねっていう、そうしたようなセリフも出てくるんですね、はい、で、これと合わせて考えると、要はオリンピックに反対している人たちの中には、デモにそのお金を使って動員をして、行うような、プロの反対派というもの、プロの反対がいるんだなと、そしてこの男性というのは実際にそのうちの一人なんだなというふうに、取れるわけですね、ところが今回そうしたような男性の証言の裏が取れていない。そしてまたその男性はお金をもらってオリンピックのデモに実際参加したと、このインタビューの中では言ってはいない。そしてこの内部調査によって確認をしたところ、やはりそのデモには参加をしていませんよというようなことが分かったわけですね、はい、で、なおかつそのデモによって、どういったような影響があるのかというか、どういったようなやり取りがあるのかということに、ディレクター側の、得ていた情報というのも、それまた誤りがあったというようなことで、これは誤った報道だろうということで、今回の報道は問題だったと、そうしたような結論になっているんですね、はい、ただこの報告書っていろんなところでその疑問が残るところがあるんです。報告書が、はい、例えばこの男性をめぐって NHK には、映画スタッフが番組の中で NHK のインタビューに対して答えたプロの反対側という表現が男性のことを指しているのではないかという指摘が寄せられています。しかし映画スタッフは調査チームのヒアリングに対し、プロの反対側とは強い思いを持ってデモに参加している人たちのことであり、当該シーンの男性のことは全く念頭になかったと否定していますというふうに言ってるんですね、はい、そうなの、そうなのかな。通常さっきのプロの反対がうんぬんって言葉を聞くと、要はそのプロっていうのはプロフェッショナルという意味ではなくて、お金をもらう不埒な輩なんだというようなニュアンスの方がパッと頭にきますよね、つまり本当に困って反対しているデモの人と、そうじゃないプロの反対側っていうのがいて、まちまちだっていうような話してるわけ、じゃないと本当に頑張ってやってる、抗議してる人と困って抗議してる人ってまちまちじゃないじゃないですか。これはそうですね、そうです、一つの何でしょう、こう反対するアクティビストのイメージそのままですよね、まちまちというか幅広さを言うのであれば、やっぱりその不埒な根性でやってる人と、そうじゃない真摯な理由でやってる人がいるっていう対比があってこそ成り立つ発言ですよね。だからこの内部調査に応じたその発言をこの資料の中にこう記録するという流れの中で、その何でしょうね、こう政策側の発言とかそうしたものを検証なしにこう掲載するというのはいかがなものなのかなという、そうした論点というのがあります。また先ほどね、五輪反対デモに参加しているという男性、実はお金をもらって動員されていると打ち明けたっていうのは、そうしたような字幕があるということなんですけど、はい、これは何度か、内部の試写の段階で字幕がこう変わっていったようなんですね。で、それは一番最初はかつてホームレスだった男性、デモにアルバイトで参加していると打ち明けたというのは、そうしたような字幕だったんです、ところがアルバイトというようなその言葉を使うと、繰り返しお金もらって参加しているというイメージがあるので、今回そのどういったような頻度なのかということが、分からないから、この字幕ではちょっと違うんじゃないかというのは、そうしたやり取りの中であったようで、また最終的に実際に参加したかどうかというものを確認していないわけなので、だから五輪反対デモに参加しているという男性というふうに
というをつけることによって、まあそう言ってる男性ですよっていう風にしたから、まあ政府みたいな。そういったあの内部判断があって今回放送されたっていうのが書かれてるんですね。で、ここのというっていう言葉に、そういった、まあ、留保付きの意味があるんだということが、視聴者に伝わるかどうかというと、まあ、伝わらんですよね。いや、伝わりませんよ、うん。そういうふうに受け取りませんよ。そう。で、その取材の裏の取り方の具合がどうなのかということもわかりませんよね。はい。で、今回、この調査報告書では、まあ、その男性側にも、まあ、連絡を取って話を聞いているとは、報告書には書かれているんですけれども、うん、しかし、じゃあ、そのデモに参加してお金をもらったという過去の経験そのものは、裏付けがあるのかどうかということ自体は、この報告書の中では書かれていないんですね。まあ、そうしますと、この報告書そのものが、やっぱり、まあ、報告書というか、まあ、内部調査ですけれども、はい、相当の限界があるということは確かなので、やはりこれは第三者的な調査がなければ、踏み込めないというか、明らかにならないところは多々あるよねという、まあ、そういったような内容です。まあ、加えて言うならば、この報告書の中では触れられていないんですけれども、今回、オリンピックの、反対派がお金をもらってるよみたいな放送を、例えば行うと、相当強い政治的メッセージになるということはよくわかりますよね。はい。まあ、要はいろいろ反対派してる人いるんだけど、まあ、あれはどうせ動員でしょみたいな格好で、いろんなデモをやってる人たちに対するネガティブな印象というものが広がりますよね。うん。で、そうしたようなその政治的な効果っていうものに対して、何の疑問視もなかったのかと。相当強いメッセージですし、バイアス抜きにその証言に、まあ、不当な字幕をつけて放送するっていう、そうしたことを結構、なんでしょう、勇気というかなんでしょうね、こう、気持ちの乗り方がちょっとわからんのですよね。相当の意図がないとそんな誤りしないだろうみたいな感覚というのはあるわけです。ただそうした、例えば内部の制作者側にどんなバイアスがあったのかっていうことは、今回の検証の対象には、まあ、っていないわけですね。で、今回は、その内部報告書の中では、はい、まあ、NHK が以前、追跡出記詐欺という放送を行って、それがまあ大問題になったと、いうようなことを受けて、内部チェックの体制を作ったと、はい、で、そういったルールがあるんですけれども、今回の放送に関しては、その内部チェックのルールを守っていませんでした、っていうような、まあ、そうしたような報告書になっていたんですね。で、今後はそれを、まあ、切実に、履行していくことが大事だというような、まあ、そうしたような傾向になっているんですけれども、なんで今回は守られなかったのかとか、今回のやつだけが守られていないのかとか、そうしたの検証というものも内部調査だったら必要になりますよね。うん、そうですよね。で、その理由として、例えばオリンピックで許可取るのが大変だったからとか、コロナ禍の異例な取材だったからみたいなことも書かれてはいるんですけれども、だとするならば、他のオリンピック関係でコロナ禍の取材で、似たようなチェックが行われてない番組があり得るっていうことなのかってことにもなってしまうわけですよね。うん、まあ、そうしたようなその諸々があって、今回の報告書、一応書かれて問題だとは認められているものの、いや、肝心なところ違うんじゃないかとか、その解釈ちょっと歪小化じゃないかとか、いろんな疑問が残るようなところというのはあります。だから内部調査だねということを相当割り引いた上で読むことが必要なのかなと思いますね。まあ、加えて一言報告書と関係なく言うのであれば、僕いろんなデモを取材したりしましたけど、はいはい、お金もらって参加したみたいな話って、まあ、聞かないんですよ、うん、もしかしたら中にあるのかもしれないけど、そのお金もらうの意味というのもどういったものなのか分かんないんですね。まあ、例えば主催者側がお金を払って招くっていうものと、お金に困ってる友人がいるから一緒にでも来てくれたらご飯をごるよっていうふうに言って、例えば声かける参加者がいる可能性も、それは否定できないですよね。例えば、例えば僕がどっか、うん、映画館に行くときに南部さん一緒に行こうよ、ご飯をごるからみたいなことを言ったら、うん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 、それをまたお金を行き先の。だからその理由というのが、理由というか意味付けというのがこの報告書を読んでもよくわからないので、なるほどね。で、そうしたようななんでしょう、こうリアリティみたいなものが、しかし一旦報道されると広がるじゃないですか、うん。デモというのは金儲けのために特定の政治勢力がみたいな、うん、大きくなっていく、一人歩きしますよね。うん、なおかつそのオリンピックに言えばプロの賛成派ってめっちゃいましたよね。うん、どういうことかというと、うん、まず組織委員会もそうだし、広告会社もそうだし、マスメディアもそうだし、ね、そういうことですか。で、それからその解説とか、はい、そのアスリート関係者とかで仕事に入ってるって人は、うんうん、やっぱりその利害関係者じゃないですか。そうですね。ある意味プロの賛成派というか、うん、まあもう主催者側、うん、主催者側だけではなくて、やっぱスポンサーだったりいろんな格好だったりするわけですよね。だからこそオリンピック利権とかオリンピックビジネスというのが問われているわけですけど、はい、そういうその諸々の構造っていうものの大きさの話に対して、個別のデモの問題っていうものに、こう、矮小化していくっていう、その、うん、
手並みというか手つきそのものが、その報道スタンスとしてのあり方として、すごく疑問があったりはしました。うん、まあ、どこに焦点を当てるかはそれぞれ編集権がある問題なので、あ、そういったような取材テーマがお好みなんですね、みたいなことは当然あるので、まあ、それはそれで一つの取材手法だと思いますが、ただやっぱりそこで与えられた政治的な影響力、そこも鑑みて、今後の第三者による検証と、あと BPO のね、審議ということなので、はい、その結果というのは、まあ、追いかけていきたいなと思います。はい。アメリカの判断が優先されうる日米地位協定によって、日本の水際対策が効かず、オミクロン株が流行するきっかけになったとの指摘が出ています。実際に去年9月からアメリカ軍関係者は来日に先立つアメリカ出国時の PCR 検査を免除されていたことが判明。逆に日本からアメリカに出国する際には感染検査を実施していたことも明るみとなり、不平等な扱いが鮮明となりました。今日は改めて日米地位協定がどんな問題点を内包しているのかを抑え、今後どのような議論につなげていく必要があるのか考えていきます。はい、では早速リスナーの方からメール一通紹介しましょう。はい、ラジオネームナステンさんからいただきましたメール、ありがとうございます。日米地位協定は戦後から今までどれほど日本がアメリカに従属的な立場のままであったかを最も象徴しているものだと思います。今回の米軍基地からのコロナ急拡大も含め、沖縄の人々にどれほど無理な負担や困難を強いてきたことか。今年はサンフランシスコ講和条約、そして日米安全保障条約発効から70年、沖縄の本土復帰から50年という節目の年。この節目に政府は前例の踏襲ではなく、どのように当たり前の対等な日米関係の再構築をしていくか、日米地位協定をどう根本的に見直していくか、真剣に取り組んでもらいたいと思います。はい、いただきました。というわけで今日は日米地位協定、その在り方について考えましょう。はい、では本日のゲストご紹介です。リモートでご出演いただきます、 沖縄国際大学教授の前泊博盛さんです。よろしくお願いいたします。前泊さん、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。まず現状なんですけれども、県内でのその米軍関係者、町の振る舞いであるとか、そうじゃの状況、あと取り組みですね、そのあたりでどうなってるんでしょうか。はい。まあ、地位協定の問題で言うとですね、今日地元市でも大騒ぎになってるんですけれども、沖縄タイムズ地名。那覇軍港というですね、はい、実は沖縄の那覇のですね、ど真ん中にある軍港なんですけども、はい、長く使われていなかったんですね。で、使われていなかったときに、昨日からですね、急にその米軍が演習を始めてしまっているんです。はい。この演習がですね、武装兵がですね、オスプレイとかヘリコプターでその軍港に降り立って、うん、これ那覇空港すぐ近くなので、那覇に観光に来た方たちは降りるとですね、那覇に向かうときに左手の方に大きな軍港が見えてくると思います。港ですね、はい、フェンスに囲まれたところですけども、そこはもうこの、まあ、十数年も使われていなかったんですけども、うん、ここに急にですね、訓練のためにオスプレイやですね、ヘリコプターが降り立って、そこから武装兵が降りてですね、まあ展開をするという、まあ、大騒ぎになってるんですね。はい、これなぜそういうことになってるかというと、おそらく、まあ人道的なですね、救済のためのですね、訓練だというふうに言っているんですけども、まあ見る限りにおいては、例えば中台危機、これから台湾を中国が取りに来るんじゃないかという騒ぎになってますけども、はい、これに対応するためにですね、昨年からドイツやですね、イギリス、それからフランスも含めて、今実はイギリスの空母とかですね、このイージス艦のようなこの軍艦が太平洋に集結してきてるような感じです。でこれでまあ訓練を合同訓練をしてですね、先週1万人ぐらいの規模で米軍は訓練してるんですけれども、はい、まあ、その訓練の一環であるかのような形でこれ。万が一、そういう危機が起こったときにですね、空港とか港湾のそのエリアを封鎖して、武装兵がまあ警護しながら、逃げ遅れたアメリカ人を救出をする、離脱させる、そういう訓練のような展開の仕方なんですね。うんうん、で、沖縄、まあ、たくさんの基地ありますけども、こういうことをですね、市街地の中で、武装兵が動き回って、奪還訓練をするというですね、
まあそういうことが行われて、もう今大騒ぎなんですよ。僕は沖縄戦場になったかというぐらいの大変な状況であるんですけども、こういったことも含めて、実は日米地位協定で提供されている施設、はい、この施設の中でこういう訓練が行われるということになってるんですね。それだけ人が集まってくるとなると、当然、そのコロナ禍ですから、その感染拡大などにも心配があるわけですけれども、その点はどうでしょうか。そうですね。まあ、反対をする人たちもね、こういうふうに、まあ、抗議をしているわけですけども。今、写真見せていただいてるんですけど、銃口を構える米兵の写真が撮られています。はい。本当だ。こういう、まあ、抗議運動をするときもですね、距離を置いていないとね、感染をしますけども、沖縄はですね、この1月、一気に、オミクロン株がですね、感染拡大をしました。はい。その際に問題になったのは、昨年から問題になってたですね、実はキャンプハンセン。ハンセンのエリアから、急拡大が始まっている部分もあるんですね。はい。で、これは、先ほど番組冒頭にも紹介されていましたけれども、実は米兵たちはですね、まあ、米軍属家族は、地位協定、この地位協定のこの、まあ、機密文書ありますけど、この中にも書かれてますけれども、実は地位協定のですね、9条で、この出入国にあたってはですね、この検疫をですね、含めて入国管理をね、免除されてるんですね。で、これ昨年オミクロンが流行った時にですね、岸田首相がすぐにですね、鎖国状態にすると、はい、海外からの入国をですね、止めるということで、水際対策と言ったんですけれども、この水際対策で鎖国してるのにですね、うん、米兵たちは自由に出入りしてたわけですね、米軍基地の中においてはですね、自由にも出入りをしているということで、そこに降り立った人たちはフェンスの外にすぐ出てくるわけですね、はい、入国管理がされないまま外国人が自由に出入りしているという、まあ、そういう状況になりました、うんうん、ドアを厳重にこう閉めたのに勝手口から勝手に勝手しているみたいな。そうなんです、うん、もう尻抜け状態というか水際の対策になってないという、うん、はい、でこういう状態が起こってしまっているわけですね、うん、でアメリカは当時100万人ぐらい感染者が出ているような感染大国アメリカ、はい、そこから自由に出入りを許してしまう、どうなるかってこんな結果になってしまいました。うん、そうですね、ものすごい感染力強いですからね。ある意味、アメリカというのは今世界で最もコロナ対策に失敗している国と言えるような状況になっているわけですけれども、そこから検疫なしで自由に日本にやってこれるということになると、当然ながらこういったリスクというのは想定できたことになりますよね。当然、普通ならまあ想定するんですけども、うん、それを誰も止めようとしないという、うん、そしてそれが野放しになってしまう。はい。これまあ先ほど紹介あったようにですね、まあ、日本に入ってくるときには、ちゃんと検査しているのかと。うん。そしてそれを誰がチェックして入れているのかという、最低限それぐらいをやってほしかったんですが。うん。で、それもアメリカ軍の方に任せている。はい。アメリカ軍の方はもう去年9月からもう検査しないよというようなことで、まあ、入ってきていると。うん。いうことで、日本政府は、まあ、12月20何日ですかね、24日ですかね、そこになって初めて、はい、それは知らされたと。いや、米軍が、いやいや、もっと前に知らせただろうという、齟齬があるという言い方をしてますけど、そんなことどうでもいいから、とにかく、なぜ止めなかったのかというところですよね。はい。まあ、今の齟齬のところも、沖縄がね、沖縄県が政府に対して申し入れをしてくれということを12月末に言って、で実際に1月に入ってからこう抗議というか申し入れを行うわけですけれども、ただその段階、前の段階から9月からその事実を知らされていたというのが事実だとするならば、それに対してはやはり、いやいや困りますよというふうなことを政府としては言わなくてはいけなくなったという論点も残りますよね。そうですね。まあ、黙認をしてたのかという、あるいは言われてるのにそれをなぜ対応、うん、地位協定の問題で言うとですね、はい、これ本当に日本政府は物言えないんですね。変えようという人がいないのかというぐらいですね。はい、例えば、まあ、その岸田首相にしてもですね、沖縄に来た時に、これ、まあ、2017年ぐらいにですね、沖縄に外務大臣を終えてですね、党の政調会長になって沖縄に来て、まあ、それが選挙対策、まあ、12月ぐらいに選挙があるというので入られたようですけども、その時に米軍ヘリが不時着炎上した事故が起こったんですね。はい、たまたま沖縄にいた時だったので。うん、で、岸田さん、まあ、早速アピールも兼ねて、その現場に行ったんですけども、現場の陛下はシッてやられて終わりですね。うん、入れなかったんですよ。うんうん、それで、これはもう誠に遺憾であるということで、最高司令官の四軍調整官を呼んでですね、申し入れしようとしたら、忙しいって言って断られてるんですよ。うん、で、
まあ、そういう、ちょっと残念な結果になってですね、はいはい、それが、まあ、空港でですね、不誠実で大変残念だというのを言い残して、帰っているんですけども、これがですね、もし首相になって、はい、止めろと言った時に止まらなかったら、これも大変なことになりますね。はいはい。言っても変えてくれないっていうのは、実は沖縄でも何度も見てるんですけども、小学校、普天間基地から飛び立ったですね、ヘリコプターが窓枠を小学校に落とした事故が、覚えてますか？はい。あの時にですね、当時の野永知事は、政府がちゃんと言ってくれないから、こういうことが起こるんだと。で、せめて最低限、この小学校の上は飛ばないように飛行ルート変えてほしいと、いうことを言ったらですね、安倍首相はですね、その時言ってくれたんですね。ちゃんと安倍政権言ってくれた。ところがですね、ルート変えないんですよ、アメリカは。そのまま学校の上飛ぶので、その際にも、まあ、政権としては、まあ、それだったらということで、監視員を配置してですね、はい、ヘリコプターが上を飛んでくるときは退避ということで、子供たちが校舎の中に退避するんです。退避やめて。で、いなくなったらまた、はい、また再開しますって、で戻ってくる。はい。これが年間100回ぐらいも続くと、さすがにもう大変だということで、お願いをしたらですね、安倍さん、菅さん一生懸命頑張ってくれて、作ったのが、グラウンドにですね、コンクリート製のシェルターを作ってくれました。おお。これ、ありがたい話じゃなくて、言っても聞いてくれない米軍に対しては、もう自分、もう自分たちで守るしかないという。日本の空なのに、提供されている施設の使い方に文句を言えないから、言っても変えてくれないので、シェルターを作ってしのぐという。これがこの国の主権の状況ということになりますね。なるほど。それは、なんかこう、すごい自衛といえば聞こえがいいですけれども、すごい場当たり的というか、はい、もう、なんでしょう、その場限りの対応という感じがしますよね。そうなんですよ。だから、地位協定に対して、変えろと言っても、変えられないときに恥をかくなってのありますね。これ、同じようにですね、実は、2004年に、はい、自民党の議連がですね、地位協定改定案を作ってるんですよ。これちょっとね、皆さん、インターネットでもね、見れるようになってたはずなんですけど、それがちょっと、いつの間にか消されてるっていうのでですね、はい、言われているんですけども、この議連がですね、出したものの中にはですね、この地位協定のですよ、中で、9条、この検疫について日本の国内法を適用して、ちゃんと、入国管理をやるべきだということをですね、改定案に入れてるんですよ。はいはい。これ、それですけども。はい、今の、また現物を見せていただいてます。はい。この改定案の中にですね、何が書いてあるかというと、この9条に関連してですね、出てる、人及び動植物の検疫に関しては日本の国内法を適用する。はい、自民党ですらこう書いてたのに、この時のですね、この議連の座長をしていたのが実は河野さん、河野太郎さん。はい、はい。なんですよ。うん、で、もう一人副座長をやってたのがですね、まあその後、それこそ防衛大臣までした方なんですけども、岩屋さん。うん。お二人がですね、これだけのものを作ってですよ、要請に行ったのに、アメリカに一周されて、滋賀にもかけられなかったというですね。それ偉いだと思いますけども、はいはい、お二人はその後、まあこれ2004年の話ですから、その後外務大臣、防衛大臣になるんですよ、お二人が揃って。はい、私もとっても期待しました。今がチャンス、これを実現するチャンスですよと思ったら、地位協定については十分にね、まあ、運用改善でも問題はないんだという。運用の方にずらしますよね、いつもね。絶対触れないんですよ。うん、だってこうやって要請して一周されたら、はい、もう触れない方がいいですよ。恥かいちゃいますから。いやいや、でも恥かかされることが嫌だっていうだけではなくて、やっぱり国防とか安全保障とか国民の権利とかのために改正が必要になるわけですよね。そうなんですよ。誰か言ってくれる人を見つけない限り、はい、まあ、今回のようにですね、那覇軍港について言えば本来港のはずなのに、軍事訓練の都市型訓練に使われてると、はい、そのことに対して昨日日本政府なんて言ったかというと、515メモに照らし合わせてもですよ、まあ、これは、まあ、本来の運用なんだという言い方をしているんですね。はいはい。
そんなことおかしいでしょうって、私もこの地域の515名も実は記者時代に入手してスクープしてお騒ぎになったんですけども、大変分厚いし、この中見るとですね、本紙にじゃあどう書いてあるかというと、使用目的は港湾施設及び貯油所と書いてるんですね。はいはい。燃料庫。どこにこの訓練のくの字があるんだという。515メモを隠していてですね、秘密にしていたので、それをもう開示してしまっているわけですから、はい、読めばわかるんです。こんな使い方はできない。どう拡大解釈してもできないのに。やりたい放題ですね。でそれを日本政府が認めてるのはなぜだろうと。しかもこの訓練をですよ、通告をする義務もアメリカ軍はないからということで、通告なしでやったと言って、はい、政府も知らなかったと言ってたんですね、昨日。はい。これ、私もおかしいなと思って調べたんですが、ヘリコプターやオスプレイ飛ぶわけですから、はい、航空関係、もう那覇航空のすぐ近くですからね、うんうん、航空管制上は事前に空域を使う情報、ノータムと言いますけど、はい、これを、国交省に出さなきゃいけないわけですね。そうですよね。じゃないと大変なことになりますもん、事故とか。うん、ここ飛ぶっていうのに分かってるのにね、はい、他の飛行機飛んだら困りますから。これ実は、届け出ていたというのがあるんですね。アメリカ軍はいつもですね、こういう危ない時に通告しないで、もし飛行機事故起こったら大変なことになるので、責任問題になるから。うんうん、通告するけど、日本政府は開示しないだけっていうのがあるんですよ。ほう。パイロットにも知らされないということになると、うん、これはね、万が一のと困りますよね。その場合知らなかったというのは虚偽ですよね。まあまあ、だから運輸省から、あや国交省から連絡が行ってなかったということになるとしたら、はい、連携が取れていないのかと。うん、立て特に外務省、なぜこういう大事な情報が知らされてないのっていうね、うんうん。横の連携ちゃんと取ろうよという話になるかもしれないし、うん、もし知ってたとしたら虚偽ということに、まさにチェキさん言うように虚偽ということになるかもしれませんね、うん、これでも安倍政権の時に一応抗議はしたけれども、それでもヘリコプターが飛んだからシェルターで対応したっていう今の話あったじゃないですか。はい。でそういうような、まあ要は安倍のシェルターみたいなものをこう作ってなんとかこう抑えようっていうことをするわけですけど、そう思い出しますね。でも結局その協定そのものが問題だとなった時に、改めてこの日米地位協定というのはいつ何のために作られたのか、ここも改めて教えていただいていいですか。これは安保条約と一緒にまあ結ばれているわけですね、はい。で、安保条約は実はこのサンフランシスコ講和条約が結ばれた1951年。うんうん、まあ、その際にですね、講和を結ぶときの条件として、この日本にいる占領軍がそのまま駐留できるように、はい、安保条約を結んで外国軍隊の駐留を継続するために結ばされた安保条約ということになります。うん、でその安保条約は、実は講和条約結ばれる前日にですね、一部見せられて、と締結のその日にですね、全文を見せられて、はい、これはもう当時の吉田茂首相はですね、講和については全員で代表団で何十人、ね、十何人もの人が署名してますけど、うん、安保についてはこれはもうこういうのにね、署名するのは政治家として、まあ、よろしくないと、はい。これは私一人が署名すると言って一人で署名したという、そういうツアーが残ってるぐらいです、うんうん。で、アメリカ側はその安保条約について、これを署名した日本の代表団の一人は、日本に帰って暗殺されるだろうと言われたぐらい。はい。いわゆるこの、もう本当に、この日米関係ではですね、もう、属国的なというか、うん、まさにこの、日本を売り渡すかのような、主権を売り渡すかのような条約を結ぶということで、アメリカ側もそれを意識しながら書いている。でも、例えば、日本でも、はい、日本との、例えば日本国憲法を作る際にも、一応草案を出し合って詰めるというプロセスがあって、はい、で、国会で決めてみたいな手続きがあったじゃないですか。はい、しかしそれに対して日本は特にその保守系の安倍さん的な方は、押し付け憲法だっていうふうに言うわけですけれども、でもこの協定、プロセスそのものは、よりこう、強硬的というか、一方的な手続きだったんですね。はい。はい、それで、安倍さんのね、おじいちゃんといいますか、岸さんはこれに対してはね、安保は改定をするという、60年にも安保改定をされていますけども、はい、その際にですね、まあ、安保条約が結ばれたときに、この駐留する米軍のですね、地位と権利を定めたものが、うんうん、この行政協定として結ばれるんですね、はい、この行政協定が60年安保の時に改定をされて地位協定という名前に変わっていきました、うんうん、それはほぼ行政協定を継承する形で結ばれていますけれども、うん、まあ、この中身を見るとですね、
例えば本当にもう主権がですね、侵害されてしまう。はい、国内なのに日本の領土、領空、領海内において、日本の主権が行使できないエリアがあるという。そういう人たちがいるという。うんうん、まあ、そういう、まあ、当時で言えばですね、帰国法原理と言いますけれども、はい、アメリカの旗の下で、アメリカの人たちは、海外どこに行ってもアメリカの法律が適用されて、その国の法律は適用されないという帰国法原理というのがあります。はい、旗の国の原理、うん。これはもうアメリカ軍も今も否定してますけども、そんなのはもう昔の話で、今は領域主権論、郷に行っては郷に従えと、その国に行ってはその国の法律に従いなさいというふうにアメリカも変えているのに、うん、日本だけがですね、はい、まだ領域主権論でアメリカの人たちには、アメリカ軍には、日本の法律は適用できないと、ずっと言ってきたんですね。なるほど。でも、これがまず、まあ、これは沖縄県が調べたやつですけども、はい、こういう、ものをですね、本当にそうかと調べてみたら、ドイツ、イタリア、ベルギー、イギリスなんかではですね、もう、自国法をですね、適用するのが当たり前という、国内、原則法はもう国内の、国内法を、まあ、適用すると。アメリカ軍であっても。変わってる。これに従ってやりなさいということで、訓練の際にも航空法を守りなさいと、低空飛行をやめようと言ったり、はい、それから事故が起こった時には、捜査機関は当然、その国の捜査機関が、第三者機関が入ると。とか、日本だけは、アメリカ軍が事故を起こしても、アメリカ軍が調査、捜査するんですよ。これまで事件や事故を起こしたときに、アメリカ軍でやりますからということで、日本がこう、例えば消防なども含めて、触らないでってされてきましたけれども、今回のコロナでそれが検疫などにも適用されるんだっていうことをまざまざと知らされましたね。そうなんですよ。で、検疫で本当に大丈夫かということも確認しようともしないわけですよね。はい。だから広がってしまうということになっちゃうんですね。これなぜ他の国ができて、日本はこうした一方的な協定になるのか、そしてなぜその協定を変えられないのか、ここはいかがでしょうか。これまで何度もチャレンジしたけどもダメだったからもうやらないっていうのが多分政権だと思いますよね。で、これは例えばイタリアの場合もですね、ゴンドラ、ロープウェイ、低空飛行訓練の米軍機が来てですね、はい、大変な犠牲が起こってしまったと。犠牲者が出た。そこで、交渉してですね、訓練は、イタリア政府にちゃんと申請をしろと、はい。イタリア軍も管理した中でやれと。これは、いわゆる、もう命令に近い形ですね。交渉でも何でもない。これは、イタリアの空はイタリアのものだから、イタリアに従えという。はい、まあ、そういうことを言ったらもう、訓練ほぼなくなってしまったんですけども、うん。日本はなぜそういう主張ができないのかっていう問題ですね。低空飛行訓練が、行われてるのは当たり前ですけども。うん、言えない理由。例えばこの、実は関係性で言うとですね、ドイツとかイタリアとかですね、はい、は NATO 軍なんですね。NATO として、この全体でこの協定をアメリカと結んでいる。これに対して、日本はですね、単独で結んでる。いわゆる組合に入ってる組合員はね、社長と交渉できるけれども、はいはい、組合入ってないと一人でやるとですね、ちょっと立場弱いのかなっていう。でもじゃあ韓国の場合はどうなんですか？韓国も国民が厳しいんですよ。物言えない政権に対しては変えるよと。はあ。背中を押してくる。イタリアもですね、変えないなら政権変えてもいいんだよって脅してくるわけですね。なるほど。立ち上がる。政権失うよりはそれは頑張って他国と交渉した方がいいに決まっていますよね。日本は大丈夫です。安心してください。誰も言いませんから、国民は。むしろ物言う沖縄、静かにしたまえみたいなことを言う他の県民は多いですね。もういじめに遭うんです。だから沖縄はですね、ちょっとやっぱり歴史がちょっと違うのは、50年前まで米軍統治下に置かれていて、はい、日本国憲法の庇護のもとへ、もう自動車で引き殺されても裁判しても無罪にされてしまうと、あるいは裁判権もアメリカが持ってると、おかしいでしょうと、あるいはまあ自治もできないと、傀儡でですね、やらされてる。まあそうだったら自治とですね、これ司法、立法、行政を取り戻すんだっていうことで、日本国憲法のもとに行けば、それが保障されるからということで、復帰運動っていうのをやったわけですね。ですからまあ沖縄47都道府県の中で唯一、この憲法を自分たちの力で奪い取ったというのが、やっぱり歴史の中で違うと思いますね。で、その中で言うと、やっぱりその、奪い取るものだっていう権利は、
与えられるものではなく奪い取るもの、うんうん、だから失わないように常に奪われないように奪い取っていくという、うんうん、まあ、そういう行動が出てくるんだと思いますね。なるほど。そうした中で、その現在の日本国憲法のもとに、当然沖縄もあるわけですが、そしてまあ、当然今回山口や他の自治体などでも、オミクロンの染み出しというのはありましたけれども、やはりその日米地位協定があると、沖縄以外でも様々な問題が生じるということになってしまいましたね。あ、もうすでに生じてるわけですよ。広島も、それこそ、安倍さんの地元の山口もですね、はい、岩国から染み出しただろうというところで言うとですね、やっぱり基地の関係で言うと、これだけ感染大国アメリカとですよ、うん、フェンス一枚隔ててるということは、フェンスは飛沫を防げませんから、はい、飛んでくるわけですね、うん、それからこれも基地の司令官によっても違いますけれども、この基地司令官というのは軍隊の司令官とですね、基地のこの不動産を管理しているような管理人だと思えばいいと思いますけど、うんうん、その司令官たちが基地内で感染するね、状況が出てきたので、集団で懇談するのを禁止したわけですね。飲食禁止。ところがフェンスの外では禁止してないんですよ。そのダブルスタンダードというかね、その二重基準。まあ、当然アメリカ中心という一重基準でもあるわけですが、そのあたりのその結果、そしてどう変えればいいのか、前泊さんご時代に伺わせてください。はい。まもなく。まあ、中見たことありますけど、3人部屋ぐらいで密接をして、まあ、暮らしてますけども、はい、ですね。じゃあ、かかったときは、じゃあ、どういう対応してるのかっていう。日本政府は確認せんといけないんですよね。うん、あれだけな、まあ、何百万、まあ、何百万、まあ、何百人もの感染者が出てると、報道されているけども、はい、基地の中でどういうふうに隔離、そして治療、あるいは感染防止対策が取られているのかを確認をしていただかないといけないんですが、うん、もう狭いところでですね、漁業に詰められて、もう息が詰まるんで、外に出てリフレッシュしてくると、フェンスの外側で。はい。ということになれば、感染を外に広げることになります。そうですね、外には高齢者もたくさんいます。我々の、まあ、長寿社会ですから。まあ、そういうことが、やっぱり、外に出ていくと、オミクロンといえども、重症患者も出ていますから、うんうんうん。そういう問題を引き起こってしまう。メディアがね、あれだけ外飲みする若者が、みたいなことを騒いでいたわけですけれども、それとは比較にならないような、状況が、基地関連である。で、しかもこれ、沖縄の問題としてクローズアップされがちですが、やはりそのいくつかの自治体で同じような感染経路があるように、日米地位協定の問題として、より注目される必要があります。で、この地位協定、先ほど前泊さんが指摘していただいたように、例えば自民党も議連を作って、これを変えていこうじゃないというような動きが、まあ、20年ほど前はあったということですけれども、うん、これ、提案したけどもダメだったからっていうことで、もうそれで心が折れていいものなのか、それをやり直すような動きというのはこれないんですか？まあ残念ですけど、そういう勇気を持ったですね、政治家が育ってほしいと思いますね。うん、ドイツやイタリアは何度もやっぱ変えてほしい。やっぱり韓国もですね、まあ軍用車両によって、まあ国民が、まあ、引かれて、まあ犠牲になると。あるいは、リプ次元が多発すると、はい、そういう裁けないってのもおかしいということで、何度も改定を要求しですね。うん、それから、環境問題でもひどすぎるということで、環境対策の特別なやっぱ改定をしてですね、うんうん、規制をしていくと。で、沖縄ではですね、今、水道水の汚染問題、PFOS の問題出てるんですね。はい、これは明らかに基地内での消火訓練が原因と思われて、その消火、泡消火剤に含まれている PFOS が、地下水に浸透して地下水源を汚染する、うん。それから水源となっているヒジャン川というところが、まあ、那覇を含めて30万人が飲んでいる水がですね、はい、PFOS を汚染されてるんですね。うん、ところがその原因を調べようとしても基地の中に入れてもらえない。はい、で入れてもらえないときに政府が何と答えたかというと、因果関係は不明とくるんですよ。いや、調べないからでしょ。中調べてないのに。うん、アメリカ軍は我々のせいじゃないと言っていると言って終わるんですね。うん、でそう言いながらですね、汚染されている PFOS 対策として、活性炭をですね、こまめに変えて、多少は除去できるのでっていう話になったら、その活性炭の費用は自衛隊というか、まあ、防衛省が出したりするんですよ。はい。因果関係がないのになぜ出すのっていう不思議な状況ですけど、こういう水の問題は深刻な状況であるにもかかわらず、この問題が放置されてしまう。で、この問題実は、沖縄の問題じゃなくて、横田でも調べてみたらいいです。ありますよ。で、そういう調べてて、自衛隊でも同じように PFOS を使った、消火剤を使ってたりして、基地の周辺ではこういう水道水や水源の汚染問題がやっぱり出てるんですね。
自衛隊の場合ですと、当然、問題だけじゃないという。はい、自衛隊ですと自国法で対応するとか、あと因果関係の検証、これ環境アセスメントなどもできますよね。はい。でも、米軍の場合できないとなると、その、やっぱりその改善の以前の調査ができないという段階で、これ地位協定を改める重要な根拠になりますよね。なりますね。うん、他の国でやっぱり基地の立ち入り権というのを認めてもらっていますね。うんうん、もらっててもおかしな話ですけど。なるほど。自国の中にある領土内において、領土が汚染されてもそれを調べる権利すらないというのは問題ですね。事故が起こってもその事故の調査権、捜査権を他の国は持っているのに、なぜ日本はそれを持てないのかという、うんうん、まあ、そういう問題がありますね。なるほど。まあ、そういう意味では、講和条約結ばれたけれども、まだ占領状態にあるんじゃないかという言われるのはそういうところですね。イタリアの場合は、その、まあ、NATO など周辺国とともに、まあ、共同で、申し立てを行うことができ、韓国の場合だともう世論が非常に盛り上がったので、交渉をしなくてはいけないという状況までなったということですけど、はい、ただ日本も例えば韓国などと、まあ、組合的なものを作るのか、それともその世論を後押しされたような形で、様々な交渉に臨むのか、これどちらかが必要になるということですか？どちら、まあ、まあ、どちらかといえば、私はやっぱ国民がですね、うん、主権者としてのやっぱ意識をもっと高めてほしいと思いますね。はい。領土、領海、領空においては、自国法を適用するという。領域主権論というのが当たり前の世界。合に行っては合に従いと。我々は主権国家として全てフルセットで法律を持ってるわけですから。はい、憲法というのもアメリカもまあ認めている。アメリカもむしろ作れと言って作らせたこの憲法の下で法体系が出来上がっている。その法体系が適用されないようなこの地位協定はですね、この国内法の適用を免除するような、そういう法の空白を作るような、地位協定を結んでること自体がおかしいということになりますね。アメリカもですね、軍のマニュアルの中で、領域主権論も主張するような時代になってるんですよ。はい。なぜじゃあ日本は動かないのか、うんうん。国民がそのことを知らなさすぎるっていうのはありますね。無知と無視と無関心が、この問題を放置してしまって、はい、法治国家になるべきが問題を放置する法治国家になっているという、そんな残念な国になっているような気がします。なるほど。また知識と関心があっても無気力になっている方もいますよね。つまりやってもダメだからもういいよっていうふうに心が折れてしまったっていう、うん、折れない政治家をしっかりと国政には送り込んでほしいと思いますね。でこの地位協定の問題は、ね、日米合同委員会ってありますけど、はい、これも官僚任せになってるんですよ。官僚が代表として入ってアメリカ軍の司令官たちと交渉してですね、日本の主権を売り渡すような協定を結んで合同委員会でですね合意してるわけですから、はい、これも管理できるようにちゃんと政治家を中に入れなさいということを言っています。これ協定ですから、当然そのアメリカ側の同意というのも含めて改定というのが必要になるわけですから、その当然ながらそのアメリカに対するアメリカ世論に対する発信なども含めて様々なアクションというものも求められますよね。そうですね、大事ですね。まあグローバルパートナーシップで日米同盟というのはもう基軸だというふうに両国が言ってるわけですから、はい、この大事な関係の中で。しっかりと都合の悪いことは直していこうねと、あるいは日本が今大変なんだと、飲み水汚染されてる時ぐらいはきれいにしようよと、ドイツでは汚したものはちゃんとアメリカ自分たちできれいにしてるでしょうと、なぜ日本は原状回復義務を課していないの、うんうん、汚したものはちゃんときれいにしてもらうのは当たり前でしょうというようなことを日本が言えるようになると、もう汚れた水をですね飲まされているのに、むしろアメリカ軍はきれいなダムの水を沖縄の企業局から受けているという、はい、そういうのがあってですね、院長や下野沢村でもう飲み水に使っていた川や湧き水が使えなくなっている、汚されて、でそれを村からも知らされなくて飲み続けてきた住民が怒ったんですね、はい、でなぜ米軍で問題にならないのかと思ったら、そんな水は使わずに安全な企業局の水を水道を使っているというので大騒ぎになりました、うんうんうん、こういうことがされないようにしっかりと管理をしていくという体制を、まあ、この国はね政府として、うんうん、そして国民がしっかりそういう政府を後押しをする、背中を押してあげることが必要だと思いますね。政治家の知識関心そして気力、これを見定めながらアプローチしていくことが必要ですね。今日は沖縄国際大学教授の前泊弘盛さんにお話を伺いました。前泊さん、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ということですね、はい、うん、はい、
先々週ぐらいですかね、うん、ジャーナリストの伊藤詩織さんが、うん、元 TBS 記者の山口さん、のりゆきさんから、うん、性暴力を受けたとして、うん、1100万円の損害賠償を求めた、うん、訴訟の、控訴審判決、高裁判決ですね。はい、で、そこで東京高裁が、まあ、性暴力があったと認め、うん、山口さんに慰謝料など、まあ、細かく言うと2万8300円っていう、うん、地裁の時からプラス2万8300円っていう、うん、治療費の分の支払いが上乗せされて、これを命じたと。はい。で、一方、まあ、伊藤さんが、ブラックボックスという著書などで、うん、山口さんの名誉、うん、つまり、デートレイプドラッグを盛られたのかもしれない。盛られたような気がするといったね、うん、そういった記述を含めて、それを、が名誉を毀損したとして、うん、しおりさんに55万円の支払いを命じたと。うん、いう、判決が出ました、うん、はい、で、まあ、これ両者とも、上告いたしまして、最高裁での審議が、うん、うん、行われるかもしれないという流れなんですけど、うん、地裁の時にですね、やはりここで気になったのが、うん、地裁の時には認めなかったそのデートレイプドラッグを、はい、もらえたかもしれないと、もらえたと思うみたいな記述に関して、うん、まあ、これについては、やはり、それを立証するような、真実相当性に、うん、引っかかるような証拠がないので、はい、やはり、ここで、これによって、まあ、山口さんの名誉が、毀損されたという認定をしたんですけど、うん、これ、いろいろ性犯罪問題とかに取り組んでいる弁護士さんに、この高裁判決について、お話を聞くと、はい、うん、やはり、各種ハラスメントとか性暴力被害みたいな客観的証拠っていうのが、うん、まあ、密室の中であったり、うん、十分に集まらない、残らないような事件というのは非常に、うん、まあ、これも含めて多いんですけれど、うん、はい、そういった事件について、このいわゆる主要部分、つまり、うん、まあ、意に反する性行為をさせられるかどうかという、うん、ここで、まあ、意に反して、させられたということをこれ認定したんで、今回、その部分については、支払い命令を山口さんに出したんですけど、はい、この主要部分で認定されているのに、その周辺部分、まあ、どうして、その性行為に至ったかってところに、まあ、お酒だったのか、そこで、まあ、もしかして彼女はデートレイプドラッグだったんじゃないかと思ったってところがあるんですけど、その周辺部分のとこについての部分を理由に名誉毀損ってものが、の反訴っていうのがね、認められてしまうと、これはその今後その訴える側のね、被害者にとっては非常に不利益になっていくんではないかと。まあ、すごく難しいんですけれども、まあ、確かにデートレイプドラッグだということを証明するには、被害を受けただろう直後に、はい、いわゆるその検査キットを使って、体液の、チェックとかをして、はいはい、やはり相手の、精液の中にそういう、薬のね、要素が入っているとか、まあ、これが証明できればまさに、はい、買ったということは断定できるんですけど、まあ、彼女はすぐにそういうところに、まあ、行くのにちょっと時間がかかった、看護師さんにすぐ相談するんですけど、やっぱ1日2日で薬の作用というのは抜けてしまうので、もうちょっと時間が遅すぎると、はい、まあ、友達に言われたりして、まあ、検査が遅れた。それから、まあ、今はね、彼女が言ったことで私なんか学ぶようになりましたけど、うん、もうあらゆるところに検査キットがあるというわけじゃないので、うん、やっぱりそれなりの専門のところに行ってチェックをしなきゃいけないとか、はい、うん、それからやっぱり体を体液を流しちゃうとかね、うん、こういうこともなるべくしないで体の状態をそのままにしてチェックを受けるとか、まあ、こういうこと、性的暴行を受けた痕跡を残しておくってことと、うん、そうですね、あとデートドラッグだった場合は、うん、自分がそれ飲んでしまってるかもしれないわけだから、はい、その、まあ、血液検査なのか、その自分のその、うん、まあ、体の中に血液中にそういうものがあるかどうかっていうのも、それが代謝されてしまう前に調べなくちゃいけないってことなんですね。そうなんですね。うん、で、まあ、今回その判決後に、彼女も言ってたんですけど、うん、まあ、この時は、警察に行くタイミングは、確か少し遅れていくんですけれども、はい、この事件が結構クローズアップされたことで、うん、まあ、これは別に、ドラッグを使った事件と断定されてるわけではないんですけれども、うん、はい、うん、刑事事件も不起訴になっているので、うん、ただ、この告発がされた2017年の末には、うん、警察庁が全国の警察署に対して、うん、そうやって、こう、記憶がないけど、うん、意に反した性行為をされたと思うというふうな被害届が出てきたら、うん、なるべくすぐその、体内とか血液のドラッグ使用を疑った検査をするようにって、はい、まあ、通知は出してるんですね。うん、だからやっぱり、素早い検査をして、証拠を、やっぱりきっちり残すことっていうことがまあ必要なんだという、まあ、そういう周知が進んだんですけれど、まあ、それとこの事件が別に直結するというわけではないんです。まあ、しおりさんが一つそういうお話をされてたことで、あ、そういった薬によって、しおりさんでない事件でね、確かに気づいたら、性暴行されてたとかいうことが結構あるってことも、朝日新聞なんかが報じて分かりました。警察的にはちょっとその被害者の
あの状況に合わせてほんの少し前進したっていうふうに調べなくちゃいけない。そうですね。ほんのちょっとだけど、そうですね、今までよりかは前進したって思っていいわけね。そうですね。はい、はい、うん。で、だから今回もそのドラッグではなかった、それを証明するものはなかったっていうのは確かにその通りかなと思うんですけど、うんうんうん、やっぱりこの、あの、お酒をね、まあ、一緒に飲んでいると。うん、初め結構大衆居酒屋のところに行って、うん、その後のお寿司屋さんがまあメインだから、うん、あんまり食べ過ぎないでね、うん、食べ過ぎないようにって、うん、まあ、あの、しおりさんのお話によりますと、うん、まあ、そういうことを言われて、どちらかというと、うん、まあ、ビールとかワインとか、うん、まあ、串焼きを何本か食べたけど、そんなにお腹はいっぱいになってない状態で、うん、まあ、お酒を飲んで、その後お寿司屋さんに行くんですけど、うん、そこでもね、あんまり食事をとってないんですね、うん。で、あの、どっちかというと、彼女すごいお酒強いんですけれども、うん、あの、ワイン3本飲んでも確かにお友達の話も酔わないっていうし、私もあのお食事した時確かに強いなっていうイメージは持ってて、あ、そう、うん、あのお酒の耐性検査でもやっぱり非常に強いアルコールには強い耐性だってのは出てるんですけど、まあその時の体調っていうのもありますし、まあ、どっちかというとこうビールとかチューハイとかあのワインとか、まあいろいろちゃんぽんしてるようなところがあるので、もしかしてまあ体調によってその記憶がね、彼女の場合はおトイレ行ったのを最後に記憶が途絶えて、まあ、あの気づいたらその朝5時にベッドでそういう暴行を受けてたっていうところから記憶が戻るっていうことなんですけど、だからその、あの、経緯はもしかしてお酒だった可能性っていうのはあると思うんですけど、うん、ただその、まあ、意に反して性行為があったというのは、あの、裁判所としては、山口さんが言ってたのはそうではなくて、11時半ぐらいにホテルに行くんですけど、まあ、その時は酩酊状態だと。で、山口さんの主張、山口さんがの主張だと、午前2時ぐらいに、まあ、彼女が、の方から、まあ、誘われて、そういうことがあったんだと。で、ひよりさんの場合はそのことは全くなくて、もしくは記憶はないと。で、あの、5時の時に気づいた時にはもうトイレで最後お店で意識を失った後に気づいたら5時にもう性暴行を受けたと。で、これどっちが正しいのかって、まあ密室の話なので、まあ、どっちの供述が信用できるかってことが争われたんですけれど、まあ最終的にやっぱりしおりさんがその後ですね、お友達のその看護師の方とか、警察とか病院、再三にわたっていろんなところに行って、こうだこうだということを、まあ一貫してそこはまあぶれない供述っていうのが残っていて、そこにまあ変遷がないということで、まあ、あの一方で山口さんの2時にそのあの起き出たかというところは、11時半にその結構もうフラフラの状態で、まあ、ホテルの中に入っていく、でその約、まあ2時間半後ぐらいに果たしてそういうふうなあの行為ができるような状態だったかということを踏まえて、まあ、いろいろな人の供述というのと足し合わせると、まあ、しおりさんの方があの供述に信用性が持てるということで、5時の性あの意に反した性暴行だという認定をされたんですね。で、まあ、そこに至るまで要は例えば、タクシー運転手さんの供述とか、あと交際で新たに出たのが、ドアマン、ホテルのドアマン、はい、タクシーから降りてこうドアを開けるドアマンの供述とか、いろいろ新たに出たものがあったんですけど、でそういうのを見ると、運転手のさんは、あの、割とそのお寿司屋さんっていうのは、駅にすごい近いところなので、タクシーにすぐ乗るんですけど、まあ、帰すつもりだったら、まあ、駅までだとすぐその駅で降ろす。もしくは、まあ、本当に意識が、まあ、家が分かってればね、タクシーの運転手さん、どこどこまでお願いします。まあ、家が分からないぐらい酩酊してたら、まあ、ホテルでも、まあ、部屋で、まあ、同じ部屋でも、まあ、その寝かしておくとかいろいろあったと思うんです。もしくは別のホテル、別のホテルの部屋取ってもらうとかね。いろんなやり方があったと思うんですけど、運転手さんの供述では、その、まあ、とにかく何もしないから、もう少しその仕事の話をしようと。何もしないから、みたいなお話をされてて、まあ、結局彼女もフラフラして途中から言葉が出なくなってたから、あ、もう酔っ払っちゃってんのかなと思いながら、ホテルの方でね、降ろしたと。で、降ろして、開けた時に、そのドアマンの人の記憶では、交際で出てたんですけども、あの、彼女がこう、なかなか出てこないから、まあ、最後、山口さんがこうやって引っ張って、あの、出してあげるんですけど、で、その出てパッて上がった瞬間に、こう、キャー、いやーっていう、まあ、酔っ払ってんのもあるけど、ちょっとうめき声を、いやーっていうのを、うめき声をちょっと上げてたから、まあ、そのドアマンの印象では、とてもその、あの、状態的に自分で歩いて帰れるとかではないんだけど、なんとなくこの彼女は、その、そこに、ホテルに入っていくのを、なんか嫌がってんだろうなというね、そういう漠とした、あの、思いは記憶に残っていると。それからなんかその、出した、吐いたものも、なんか、あの、液状にその、タクシーの中で吐いてしまうんですけど、液状にバッて広がってるんじゃなくて、ちょっと、こんもりとした感じ、固形物的に残ってたりして、そういうものもあったりするので、あの、なんか、ちょっと印象に残ってたと、普通のちょっと吐き方と違うな、みたいな。だそういうことが積み重なって、まあ、酔ってた時も、なんとなくこう、その彼女から積極的にというよりも、まあ、ちょっと覚えてなかったり、なんとなく意に反してた、まあ、記憶が
もう彼女には記憶はその時ないんですけど、うんうん、外から見た供述でも意に反してなんかキャーっと言ってたような部分があるなって、うんうん、まあ、結構いろんなものが積み重なって、この認定があったと、うん。で、そうすると、意に反した性行為があったということは、まあ、確かにベースのところは認めたんだけど、そこに至る手段とか、使用抹殺なところで、まあ、お酒のね、先にそういうことになったのかとか、それが、ドラッグだったのかとかっていう、そこの部分で、反訴が名誉毀損だっていうふうに、なって認定されたっていうのは、結構まあ、割と、その性被害問題を見てる弁護士からすると、結構大きな問題で、根幹の部分を認めているのに、反訴のそういうところで認めるっていうのは、まあ、要は、酔った勢いでね、そういうことが行われてだけだったんじゃないかみたいな、うん、まあどっちかというとその男性目線の、判決、まあ高裁の男性の裁判長だったんですけど、うん、そういうところもちょっと影響したんじゃないかとかね、うん、ただ非常に、まあ、高裁の判決は重いので、うん、まあ最高裁では、さらに新たな新証拠みたいなのが出ない限りは、うん、あんま審議もされないってこともあり得るという意味では、うん、まあ結構その、反訴のこの名誉毀損がね、認められたところは、割と、まあ、いろんな意味で重く考えなきゃいけないというか、果たしてこういう考え方でよかったのかなっていうのは、まあ、判決が出たのは出たんですけどね。はい。小島さんはどうですか、この事件は。まあ、伊藤詩織さんが、当初、最初に、まあ、メディアでお話をされた時にも繰り返しおっしゃってたんですけども、自分と同じような目に遭う人が起きないために、とにかくその望まない性行為を受けた時に、すぐに駆け込んで必要な検査を受けられる。それから、取り調べを受ける時にも、何度も精神的に、二度も三度も、その、まあ、精神的にレイプをされるような辛い取り調べをしないようにしてほしいとかっていうことを、繰り返しおっしゃったのは、とても、大きい意味があったと思いますね。同じような辛い思いをして泣き寝入りしてる人とか、辛い捜査にね耐えている人も今もたくさん被害者の方でいらっしゃると思うので、まあ、そういうところが過去のそういう不幸な出来事に学んでちゃんとより被害を受けた人に安全に変わっていくように、しないといけないなと思います。はい、随分裁判所は伊藤さんの言い分をかなり認めてくれたっていうことにはなってるけども、その最初になんかこのから2回目があって検察審査会議があって検察審査会が不起訴相当っていう風になってもう一回始まったわけだよね。不起訴相当になったんで、つまり検察審査会に不起訴が不当だって訴えたんだけど、まあその不起訴は、相当、不起訴は、不当ではないっていう、そういう判断になってしまったんですね。なるほどね。だから刑事では、全く、検察審査会があったけど、そっちでも立件には至らなかったっていうことなんですね。まあだから今、小島が言ったみたいに、そういう、これ戦うの大変じゃない。大変。そうと思いますよ。まあね、セカンドレイプとか、そういうのもなんかこう、もう公然と、はい。っていう形が、ね、言われてインターネットで攻撃を受けたりとかね。また両方ともこれで上告してるわけでしょ。うん、もう一回行われるってことだよね。はい、これがね、はい。いやー、なんかこう、もうちょっとこの、ま、密室の前に、うん、もうちょっとなんかこう、状況証拠みたいな、証拠みたいなのは揃わないもんかね。うん、まあ、さっきはなんか運転手と、そのドアマンの人って言ったけど、まあ当然これは受付に行くわけで、その後の状況とかももうちょっとわかんないもんかなって俺は思うんだけど。そうですね。まあカメラがない中でって、密室の中でどうそのね、犯罪性を、裁くのかっていうのは確か非常に難しい問題でありますね。あとやっぱり一点だけ言いたかったのが、その高裁の判決が出た後も、含めて、やっぱり彼女の、まあ今日本にいるってこともありますけど、家族を含めた、やっぱり誹謗中傷、ネットの SNS の、誹謗中傷を訴えてるにもかかわらず、やっぱ止まらないと。非常に傷ついている状況なので、本当に、やはり悪意のあるね、書き込みっていうのは、これからどんどん問われていく。問題なので、やめてほしいなっていうことをつくづく思いました、はい。そうだね、その悪意のある書き込みみたいなのは、あれだよね、本当にちゃんと今、もう問われなくちゃダメだよね、そうですね。こうして、まあ、そのなんか、いろんなね、ことをどこまで許されるのか、もう範囲を決めなくちゃいけないよなと、はい。28日から集計を始めるという予定なんですね。先ですね。ちょっと先ですね。ですから、もう2ヶ月ぐらいかけてですね、はい、結果が見えてくるという、こういう流れなんです。今回2回目ですよね、これ。そうなんです。実は、話はですね、1年前に遡ります。はい。1
回目のですね、組合結成を目指した投票が、実はちょうど1年前の去年2月にあったんですね。はい。で、この時はですね、従業員の反対が賛成の2倍以上になりまして、反対多数で組合結成が否決されました。あ、そうだったんですね。ところがですね、アメリカで労働に関係する法律を執行したりとかですね、あるいは不当労働行為などを監視するNLRB という組織がありまして、はい、全米労働関係委員会という、これはあの連邦政府のもう独立行政機関です、はい。こちらがですね、1回目の投票に関して、会社側の妨害があって、公正とは言えないということで、もう一度きちんと投票をしなさいという指示を出したんです。なるほど。じゃあ、具体的に会社側はどんな妨害をしたかと言いますと、はい、アマゾンはですね、投票までの数週間、もうとにかく労組結成を阻止するためのですね、かなり活発な活動を展開していたんです。で、反労組のメッセージを印刷した紙をもう倉庫の至るところ、本当にトイレの個室内まで貼っちゃったとかですね。あるいは従業員に対して仕事を中断させて、投票問題の集会に参加しなさいと強制しました。投票問題の集会。はい。で、その集会でもですね、反労組の情報をどうも刷り込んだですね。で、集会に出席した元従業員はですね、ロイターの取材に対して、労組指導部というものは、組合費を高級車や車ですね、休暇など、不適切な目的に流用するんだという説明を聞かされたと、こう明かしています。労組の指導者は、とんでもない奴らなんだと、こういう話ですか。そういうことですね。うん、もうダラカンだと、こういうことですね。さらにですね、会社側は他にも、小売や百貨店の労組を批判するオンライン文書を従業員のメールに繰り返し送りつけたりとかですね、さらに団体交渉が行われた場合、従業員はせっかく手にしている各種福利厚生の権利を失うぞと、倉庫のその前、上司ですね、から警告させたり、で、まあ、様々な妨害活動を行ったということをですね、このアメリカの、NLRB が、まあ、認めたんですね。はいはい。で、結果としてアマゾン側の妨害で、まあ、労組経験はこれまでなかった。さらに労働組合運動のですね、歴史も知らない若い従業員が、まあ、労組のメリットについて理解できず、わざわざ経営陣と衝突することもないだろうということで、反対に流れたために、これはもう一回やらなきゃいけないという、こういう流れになって。まあ、適正な、これは、運動にならなかったということですね。そういうことですね。で、2回目の投票が今行われているという、こういう流れです。そうですか。ですからもしかすると1回目とは違った結果が出てくるというですね、こういう可能性も見えてきているというそんな流れですね。まあしかしアマゾンはアメリカ 全土に広がってますよね。そうなんです、ですのでこのアラバマの倉庫での労組結成の動きはですね、アマゾンの他の地域の倉庫での組合結成にも実は、まあ影響を与えていまして、例えばニューヨークにあるアマゾンの倉庫でもですね、労組結成の動きが出てきているんです。はいはい。で、ここでは今月2日に労組の結成を問う投票を正式に要請する嘆願書を先ほどの NLRB に提出しました。ですので今後労組結成投票に進んでいきます。はい。で、アマゾンはアメリカ各地にもたくさんの倉庫があって、そうですね、働く従業員は数百万人と言われてますので、はい、もしかするとさらにアラバマ、ニューヨークに続くというですね、こういう動きが全米に広まっていく可能性があります。そうか。で、これに対しては、会社側もどうも対抗しているようで、報道によるとですね、このニューヨークの倉庫での労組結成についても、組合について検討している従業員に対して、アマゾン側が尋問や監視をしているという、こういう報道も出てきています。これはちょっと真偽はですね、定かではない部分はあるんですけれども、もう公募は始まっているという、こういうことですね。どうなんでしょうか。やっぱり働いている方たちにとってみると、はい、いろいろ日常的な不満というものが溜まってきてるんでしょうかね。そうなんでしょうね。労働環境についてのですね、どうも不満はメディアなどから結構ですね、報じられています。はい、例えば、労組をですね、推進している人たちは、勤務状況が監視カメラなどのテクノロジーで厳格に管理されていて、トイレ休憩も満足に取れないとか。これは辛いですね。これは辛いですよね。で、従業員が会社に文句を言っていないかどうか、まあ、ご自身が、その従業員たちがですね、発信している SNS などのメッセージまで監視しているなんていう話も出ています。さらにですね、仕事が終わった後、15分を超えて、
その作業内のエリアにいることは制限されます。だから15分以内にとっとと作業場から出てってくださいというふうに言われていると。で、これはコロナ感染を抑止しようというルールだそうなんですけれども、仕事の後で同僚とおしゃべりもできないと。来てすぐ仕事をして、終わったらすぐに出ろというのは、まさにロボットのような勤務だと。チャップリンのモダンタイムズの映画のようなですね。ああいう状況だという、不満があるんですね。それが逆に不満になってるんですね。そういうことですね。早く帰ってではないんですね。そういうことなんですね。やっぱり、いろいろべちゃべちゃ喋りたいという、とにかくいつ出ていくのは自由だろうという、こういうことですね。賃金体系はどうなんですか？アマゾンの物流施設の賃金はですね、アメリカの平均的な相場を上回っているんです。はい、例えば、問題のアラバマ州の物流施設の平均時給は、15.3ドル、日本円で1時間ですから1800円ぐらいですね、はいはい、我々の感覚からすると結構いいじゃないかということ で、 いいですね。で、実際にアラバム州の最低賃金の2倍を超える水準になっています、はい、ただその一方で倉庫で働いている現業の社員とですね、本社の社員たち、はい、この格差も非常に大きいんですね。はあ、例えばアラバマの物流施設では週40時間働いたとしても年収はだいたい300万円ほどなんです。そうですか。悪くないじゃないかとは思いますが、ただ一方で本社でデータ分析に関わる社員の平均年収はですね、情報サイトなどによるとおよそ1400万円。ああ、差がありますね。はい、物流倉庫の従業員の4倍以上なんですね。で、さらにですね、ここに来てアマゾンが一部の基本年収をですね、本社社員について引き上げるという話も出てきたんです、はい、これは技術職などの基本給の上限をこれまでの年間およそ1800万円から年間およそ4000万円に引き上げる。これは大きいですね。大きいですよね。これデータアナリストとかですね、一部の技術職ではあるんですけれども、うん、こういったような厚遇加えて、うん、我々は何だっていうのはですね、やっぱりこれ現業の物流施設の社員たちは、従業員たちは思ってるというところですね。やっぱりこれはアマゾンとして見ると優秀なその技術職などは、はい、高いお金でちょっと自分のところに留めておきたいと、はい、これがあるわけでしょうね。そういうことですね。抱え込んでおきたい、さらに追加でですね、採用したいって、こういうことですよね。で、加えてですね、アマゾン、はい、とにかく儲かっているんですね。2月3日にアマゾンが発表したですね、2021年第4四半期の決算ですけれども、はい、純利益がですね、1兆6000億円超えました。はあ、これ四半期で1兆6000億円ですか。そうですね。年間にするともう、10兆近い。極端に言うとですね、利益が出てるんです。はい。それに比べて、どうなのよ、平均時給 15.3 ドルというのはですね、やっぱり思ってしまうというところですね。いや、もうちょっと出してもいいだろうという気になりますよね。そうなんですよね。加えて、その労働環境についてもですね、はい、もっと我々の自由とか、はい、あるいは権利とかを認めてほしいと、こう思うのも、自然なのかなというふうに思いますね。それとやっぱり、その倉庫で働く従業員と、こういうその技術職の差がね、はい、あまりにも大きいというのもね、やっぱり刺激しますよね。そうですよね。倉庫に働いている従業員たちにとっても、我々だってアマゾンを支えてるんだっていう、そうよ、それありますね。そういう思いはあるわけですよね。どうなんでしょうか。これ今伺ったのはアメリカの話ですが、はい、日本ではこういうことは起きてないんでしょうか。今のところですね、同じような動きというのは出てきてないですね。あ、そうですか。はい、一つはやっぱり組合のパワーが日本の場合ですね、落ちてるという、あると思います。雇用者全体に占める労働組合の加入者の割合を示す組織率なんですけれども、はい、去年の6月末時点で 16.9% と。いや、これは低いですね。はい、前年から 0.2 ポイント減で、2019年の 16.7% に次ぐ過去2番目の低さなんですね。うん、で、基本的に今、労組というのは、正社員、大企業を中心で、非正規で働いている人たちの組織化とかですね、はい、みんなで団結してという動きは、ほとんど、まだまだこれからという状況なので、アマゾンのアメリカのように声を上げやすいという環境ではない、ということですね。春闘などでもね、はい、こういう非正規の人たちをどうするのかっていうのが、はい、日本でも大きな問題になって、このことにどれだけ大企業が目を配るかっていうのも一つの大きなテーマになってますよね。はい、そういうことですね。日本の賃金が上がらないのも非正規の人たちの賃金が低いままに据え置かれてるからなんですよね。ここをどういうふうに改善していくかという大きな問題ですね。そうですね。熊本地方法務局は、
熊本市の慈恵病院が独自に取り組む内密出産で生まれた赤ちゃんについて、速やかに戸籍を作る必要があるとの認識を示し、病院に協力を求めました。市長の職権で戸籍ができる戸籍法の規定に基づき、赤ちゃんの 無国籍状態の解消を優先したという、まあ、いわゆる例外対応ということになるんでしょうか。金曜日のコメンテーター、上智大学文学部新聞学科教授、ジャーナリストの水島博明さんです。水島さん、お願いします。はい。このニュース、非常にわかりにくいんですが、先週に引き続いて分かりにくいけれども、とても大事なニュースと言っていいと思うんですね。はい。で、これは熊本の、慈恵病院という赤ちゃんポストで有名な病院が、うん、まあ、その、望まない妊娠をした女性から生まれた子供の、まあ、戸籍をどうするのかということで、はい、まあ、先日記者会見して問題提起をしたというケースなんですけれども、うん、まあ、実は東海地方ともかなり関わりがありましてですね。というのは、中京テレビという、テレビ局が、まあ、この10年ほどの間にですね、ドラマやドキュメンタリーで、マザースっていう、そういうシリーズで、まあ、ヤフーニュースなんかでもキャンペーンをやっている、そういう、その、特別養子縁組という問題が、まあ、背景にあるんですね。内密出産の背景に特別養子縁組がある。そうなんです。ははは。つまり、まあ、血がつながっていない親子同士なんだけれども、まあ、戸籍上実の親子として届け出るというのが特別養子縁組なんですね。はい。はい。で、これは具体的な例を言うと、まあ、例えば中学生や高校生の、まあ、女性で、まあ、望まない妊娠をしてしまうケース、うん、まあ、例えば、まあ、レイプされたりとかですね、うん、そういうケースで、その生まれてきた子供を養子として届け出るのではなくて、まあ、ある条件のもとに実子として扱うようにしようというので、うん、まあ、昭和62年から民法を改正して、はい、まあ、少しずつ制度化してきたんですね。それが特別養子縁組。はい。そうなんです。で、その背景には、まあ、関係者の努力があって、まあ、そうした子供でも温かい家庭で、その愛情を持って育ってもらいたいというような願いが、あったわけなんですが、はい、その一つとしてあったのが熊本市の、うん、まあ、慈恵病院なんですね、うん、はい、でただその赤ちゃんポストなんかでもですね、まあ、例えばその産んだ人が身元を明かすことができる場合は、まあ、出生届を出してですね、戸籍を作るということはできるんですけれども、うん、はい、その身元を明かすことを望まないケースが結構あって、うん、お母さんが名乗りたくないというね、ケースありますよね。そうなんです、うん。そうした場合には子供が、まあ、国籍がない無国籍の状態になるというケースが少なからずあって、うん、その子供の権利っていうのはどうなんだっていう、そういう議論はもともと根強くあったんですね。はい。で、まあ、今回、慈恵病院ではそのことを記者会見で明らかにして、うん、それで国の出先機関である法務局にですね、はい、これは、まあ、母親の名前を書かないで、うん、出生届を出した場合に、これ犯罪に当たるのかという問い合わせをしたんですけれども、うん、はいはい、それに対して、まあ、法務局の方が、いや、それに対して直接説明、うん、見解を出さないでですね、うん、地元の市に対して、まあ、協力するようにって求めたと。そういうことですね。自分では、まあ、見解を出さなかったっていうことの方が実は問題だと。これだから結局、課題を解決する形にはまだなってないですよね。そうなんです。うん。だから本当は、まあ、慈恵病院の方は、まあ、新しい法制度とかですね。はい。まあ、国の、先例を作ってほしいということで記者会見したんだと思うんですけれども、うん。だからその制度作りが全然追いついてないっていう、こういう状況なんですね。そうなんです。それで、まあ、海外なんかでは内密出産についても法制化されている国もあるもんですから、はあはあ、その点ではまあ日本は かなり遅れていると。うん、で、背景にはおそらく、まあ、どうしてもこういうのって保守的な考え方と、まあ、そうでもない考え方と両方あって、うんうん、はい、まあ、特に保守的な考え方だと、まあ、そういうその名前を名乗らないで出産するなんていうことを認めたら、若者たちの性的なモラルはもっと緩むんじゃないかっていうような、議論もあったりしてですね、うんうん、まあ、なかなか前に進まないっていうのは日本の現状ではあるんですね。まあでも
困った状況がこれから起きてきちゃいますもんね、どんどんね。そうなんです。で、うん、これは、まあ、実は起きているんですけれども、なかなかこういうニュースにならないと、我々知ることができないというような状況があって、まあ、今回、慈恵病院の蓮田院長が、まあ、自分が刑事訴追されるリスクも承知で、問題提起をしているんですけれども、はい。まあ、それに対して国の側が、まあ、自分たちはあんまりはっきりしたことを言わないで、市に対して協力してやめてよという、そういうちょっと曖昧な、まあ、逃げたような、その対応をしたというのがこのニュースなんですけれども、結局大事なことは子供たちをどう守るか。はい、生まれてきた子供たちをね。ということですね。うん、子供ファーストで考えなきゃいけないと思うんですけれども、そのことはちょっと、棚に置いてしまったなというような感じがするのがちょっと残念で、やっぱりこのニュースを契機に我々やっぱりこうした子どもたちの存在をちゃんと認めてですね、社会でどう支えていけばいいのかということを考えていくべきだなと思います。お返していきますね。まずは、魚マミーさんからのメールです。ありがとうございます。今の家に住んで4年になります。うちの家の前の通りは小学校の通学路です。先日の雪の朝は歩道だけでもと雪かきをしました。うちのお向かいは2年前に賃貸のテラスハウスになりました。賃貸の方々は管理費を支払っているからでしょうか。雪かきはしません。普段のお掃除もしないので同じ感覚だと思います。朝、子供の通学時間にはまだお掃除の係の方々はお仕事始められていないので、私はヒヤヒヤしながらできるだけ広い範囲を雪かきしました。次の日、筋肉痛でした、はあ、そうでしょうな。雪国の方々は日々この雪仕事で大変な労働を強いられていることだと思います。助け合いはどんな感じで行われているんでしょうか。都会ではそれは難しいことなんでしょうか。普段からの近所付き合いの大切さをこんな時に感じます。明日は学校が休みだから少しだけほっとしていますといただいてます。はい。またラジオネームつるりん Z さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。雪が積もったら自宅の前は雪かきをするものだと言われて育ったので、うん、一人暮らしでも自宅前は雪かきをしています、うん、最近ではそういう人は少なくなっているのか、日陰の道路にいつまでも凍った雪が残っている場所が増えているように感じますというふうにいただきました。上村さん、この雪かき文化というか雪かきのコミュニティでの協力、この点、例えば普段降る地域、そうじゃない地域や最近の都市化の影響、いかがお感じになってますか？なんかすごく共感しながら聞いてました。なかなか難しい問題ですよね。そうですよね、うん、だから道って繋がって初めて道なんですよね、はい、家の前だけ綺麗でもダメで、隣の家の前も綺麗じゃないと繋がらないので、うん、やっぱり皆さんの協力とかコミュニケーションとかあって初めて道が繋がるんだなって改めて今お話伺って思いました。うん、まさに上村さんのその研究の、まあ、一つのテーマとして雪かきで地域が育つのだと、うん、はい、のこと話されてますけど、これは一体どういったことなんですか？先ほどのお話あったんですけど、普段からのコミュニケーションが大事だって感じましたっていうコメントそのままなんですよね、はい、だからいざ何か災害があった時はやっぱり地域で助け合わないといけませんよねって今当たり前に言いますよね。うん、でも災害になってから急にコミュニケーションしようと思っても知らない人たちばっかりってなっちゃうんですよ。だから逆に捉えたらどうですかっていうニュアンスなんです。というのは、雪が降りました、道は繋がらなければ繋がらない、道として機能しない、だから雪があるっていう共通の問題があるときにこそみんなで何とかしようよっていうコミュニケーションをしながら地域をいい地域づくりをしてほしいっていうことなんです。だから雪がいいきっかけになってくれたらいいなって思うんですよ。なるほど、確かに雪がをきっかけにしたという点で言うと、ツイッターでは郊外の猫さん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。首都圏だけどいつもは雪かきをきちんとするお宅なのに全然雪かきがされていないという都市があって、はい、近所なので声をかけたら一人暮らしで生活に困っており行政につながったということがありましたと。あ、雪かきをするかしないかが一つの差異になったということですけど、これいかがですか？非常に実は分かりやすくって、うん、雪が降ると空き家が分かるんですよ。はいはい、人が住んでない家ってすぐ分かるんですよ。うん、だからいつもだったら普通にね出てきて朝おはようって言ってくれるおばあちゃんが出てきてないっていうことは何かあったんじゃないかなって、うん、雪の時ってすごく分かりやすいんですよね。うん、
だから、雪があるときこそ、そんな風に、ご近所の人の心配をしてみるとか、うんうん、おばあちゃん家の前の雪かきもちょっとやってあげようかなとか、なんかそんな風になるといいですよね。そもそもこれ雪かきや除雪といったものは、法律的にはどう位置づけられてるんですか？すごく難しい質問ですね。はい。要するに、管理者、道路を管理してるのは行政ですから、はい、本当は行政がやらなきゃいけないんですけれども、うん、昔から生活道路と言われる自分たちが暮らしている道路って自分たちで何とかしてきたんですよ。はい。だから行政も生活道路まで全部機械を入れて除雪をするってなると、うんうん、とてつもなくお金がかかるし、とてつもなく時間もかかるし、はい。それが当たり前になっても困る。もう財政破綻しますから。ということもあるので、やっぱり生活道路に関しては、基本的には、皆さんで何とかしていただきたいっていう立場なんですよね。うん。だから法律的にどうというよりは、世の中の仕組みとして、はい、そういうもんなんだなっていうふうにご理解いただきたいんですね。うんうん。実際ではその雪かきの方法なんですけれども、うん、この雪かきについての NPO を立ち上げていらっしゃると伺っているんですが、これはどういったものですか？はい。NPO というか、まあ、そういう活動をやってまして、はい。越後雪かき道場と言いまして。道場。はい、雪かき道場です。うん。来ました。はい。スペイン、少子高齢化と地方の地盤沈下。うん。日本と似たような形の社会課題を抱えています。そうなんだ。で、具体的には、スペインの平均寿命って82.83歳、まあ82歳ということで、うん、これ世界一の日本、2位のスイスに次いで世界3位なんですよね。で、まあ、大都市に富と人口が集中して、地方が地盤沈下してしまう、地方の過疎化が進んでしまうっていうこの現象も、西ヨーロッパでは最も過疎が進んでいるとこう言われています。で、今日私取材して回ったアラゴン州のテリエルという県なんですけど、はい、1キロヘクタールの人口が 9.8 人、まあ10人未満なんですね、うん。で、首都マドリードと比べますとこれはっきりわかるんですが、うん、1キロヘクタールの人口平均が764人っていうわけですから、うん、まあどれだけ都市圏と地方と格差が大きいかってわかりますよね。うん。で、人口もこれからスペインは減り始めると、こう言われてまして、今、全人口で4700万人なんですけれども、うん、去年、2021年は7万2700人減少したということです。はい、まあ、これから人口が減る傾向に入ってるわけなんですよね。まさに日本と、これ構造は、同じかなと思います。そうなんですね。少子高齢化、それから地方が人が少なくなる、都市に集中。そうすると、そういう中で、スペインの村の様子ってのは、どんな感じなんですか？はい。まずちょっとお伝えしようと思うのは、うん、今回取材しようと思い立ったのは、うん、スペインで村が売られています。うん、こういう、ちょっと刺激的な小さな記事を、フランスの新聞で見たのがきっかけだったんですけど、で、え、なんだこれと当然思い新聞を読んだわけなんですが、中世から残るお城、城壁や、修道院、それから礼拝堂などが残る美しい村が、そっくり売りに出されて、外国人が物色してるっていう内容だったんですね。まあ、よくよく調べますと、もちろんその村役場ごと売られてるっていうわけではありませんで、まあ、かつて、一つの村だった集落がまとめて売りに出されているという話でした。うん、ただ、うん、住民が村を離れ、家を離れ、一っ子一人住まなくなったという、うん、いわゆるその廃村ですね、うん。これスペインで3000以上あると報じているスペインの新聞もあることが分かったんです。で、これは究極の事態だなと思って今回スペインにやってきたと、こういうことなんですね。さあ、そういう中で、そのスペインの今、集落で起きていること、はい、なんか反乱とも言える動きがあるっていうことです、どういうことか教えてくれますか？はい、紹介いただいた反乱、これ、僕が面白おかしく言ってるわけではもちろんないんですよね、うん、スペインでは大都市が多いのが沿岸部。で、対して、農村部の過疎化が進んでいる、内陸部の農村部の過疎化が進んでいるということで、これ、スペインの人たちは、
国の空洞化が進んでるってこういう言い方をするんです。過疎化イコール空洞化というような呼び方をされるんですが、はい、この事態に、うん、まあ、憤慨してこれなんとかしなくちゃいけないという人たちは当然たくさんいらっしゃるわけですよね、うん、で、そうした人たちが手を組んで、うん、エスパニャ・バスヤダ・レブエルタ、うん、日本語にしますと、うん、空っぽになったスペインの反乱、こう自ら運動に関わる人たちが呼ぶ大きなうねりが今起きてる、まあ、これを今反乱と僕も呼ばせてもらってるわけです。その大きなうねりってのは具体的にどういうことですか？はい、そもそもその地域でその地域のために活動する人たち、運動を起こしてる人たちたくさんいらっしゃるわけですけど、はい、まあ、この空っぽになったスペインの反乱と呼ばれるうねりに参加するのは160ぐらいのグループがあるってこういうんですね、うん、まあ、例えば地域に病院を作ってほしい、学校を作ってほしいとこういう運動もありますし、うん、ローカル鉄道ローカルバスを通してほしい、あるいは廃止しないでほしいっていうグループもいらっしゃいます、はい、で、こうした人たちが、うん、まあ、大同団結して一つの運動を作ってるんです。3年前の2019年に、マドリードでデモを呼びかけました、うん、そうするとこの空っぽになったスペインの反乱と呼ばれる運動に賛同する人たちが10万人とも言われる規模で集まって大きなデモになったんです、うん、これ参加した人たちも、まあ、自らびっくりしたという盛り上がりだったそうで、まあ、このデモをきっかけに、うん、政治に直接声を届けることが僕たちできるんじゃないかと、政治に直接声を届けるために僕たちの代表を送り込もうじゃないかっていう運動に発展していったそうなんですね、うん、で早速この年の11月の総選挙で一人の国会議員を送り出すことに成功しました、うん、でこれが今回初めて空っぽのスペインとして政党登録、まあ、これ政党プラットフォームとこちらのスペインで言うんですけれども、まあ、政治グループを作って衆議会議員に初めて打って出たんですよ。で今まさに選挙運動中なんですが、この投開票が来たる13日、この結果がどうなるかってすごく注目して、これも取材しようと思っています。そうなんですね。そういう動きに対するその規制の政党、そして人々の受け止めはどうですか？スペインでは、うん、注目されていまして、うん、世論調査でも支持率を上げているように見えます。規制政党、左右に二大政党がそのスペインにあるわけですけども、実は、その中道左派中道右派の、うん、大政党は絶対過半数を取れない情勢に今ありまして、これ衆議会選挙もその国政選挙も同様なんですけれども、つまり連立を組んでその政権運営しないといけないという時に、この空っぽのスペインというグループがすごく注目されているとこういうんですね、つまり右でもない左でもないという、その地域のために地域の政策のために動きますという、どちらにもつけるポジションにあるこの空っぽのスペインというのが、極めて重要なポジション、まあ、キャスティングボードを握るんじゃないかって、こうこちらのメディアはもうすでに伝えていまして、どのぐらい今回の衆議会議員選挙で議員数を獲得するのか、まあ、それによって次回の国政選挙にもこのグループがどのぐらいのその影響力を持つグループになるかってのを占えるんじゃないか、こういう観点から注目されてるんですね。今回すごく面白いなと、思いましたのは、今日その運動の代表のトマス・ギテルテさん、3年前の選挙で国会議員になったトマス・ギテルテさんに話を聞いてきたんですけれども、地域の問題はその地域その地域の人たちがどんなに一生懸命にやってもなかなか大きな結果につながってこなかったと、だから局所的に頑張っても結果にはそのおのずと限界があると、であれば同じ構造で同じ悩みや課題やをみんな持ってるわけだから、その手を組んで国会に打って出ようじゃないかって、こう力強く話をされていました。
確かにそれぞれ、地域に地域の事情で地域の課題ありますけれども、うん、これ同じ構図で、うん、同じゴールを目指して、過疎化をなんとか解決しようっていうこのうねりがどのぐらいこれからこうスペインで発展していくのか、どのぐらい支持を集める存在になるのか、これ衆議会議員選挙もそうですけれども、これが国政にどう発展していくのかどうか、これを見ていくことは、やはり同じようなその構造を持っている他の国々にとっても、注目すべきニュースなのかなと、こう思って、取材していこうと思っています。本当ですね。日本にとってもとても興味深い動きだということが分かりました。有馬さん、ありがとうございました。ありがとうございました。間に合いますか？行ってみます。はい、今からありがとうございました。ありがとうございました。三山早苗さんからツイッターです。限界集落問題、日本だけではない現実を初めて知りました。